足つぼマッサージ店員あるある。見て見て、私の方がひどくない？スタッフ同士でもみだこを比べっこ。生えてんな。美人の指毛が気になる瞬間。どっこいしょ。なぜか5本指ソックスを好んで履きがち。効いてる効いてる。痛がっているともっと押したくなる衝動。多めに使うか。臭い足は精油を多めに垂らして匂いをごまかす。柔道整復師あるある。柔道整復師って何？接骨院の先生だよ。柔道整復師というより接骨院の先生と言った方が伝わりやすい。最初はうつ伏せでお願いします。はい。うつ伏せと仰向けを理解していない人の多さ。さあ練習するか。一升瓶を使って包帯を巻く練習。柔道整復師になるための学校では卒業までに黒帯になれるように授業で柔道があります。元柔道部と 100% 聞かれるけどそんなことはない。病院接骨院でも骨折の応急処置できるのにな。骨折の患者も見れるけどそんな患者はほぼ来ない。